はこちら、ランチャムブースターボリューム19よー、19、ね、こちらは2月22日土曜日、はい、222ですね、発売になっていますが、今回ね、あのベイブレードワースト新シリーズ決定ということで、なんとねシリーズ6年目に突入するというね、6年目すごいですね、記念すべき年なんで、長いですね、6年目記念しまして、でランダムブースト今まで1000円で発売してましたが、はい、なんとこちらボリューム19は6年目にかけて600円で発売させていただきますんで、皆さんねこれお得ですよ、キャンペーンしてくださいよ、我々の血が流れてるじゃないですか。感謝を込めて600円でやらせていただきますので、皆さん2月22日チェックしてください。早速ランダムブースター中身見ていきましょう、はい、と、はい、いパッケージが金金だったからまさかと思ったけども、ね、ほぼ金ですね、豪華な、めっちゃ豪華。それでは一個一個見ていきましょう。バーンフェニックス YWD グランドラゴンアルファダッシュ LFL5 ゴールドターボバージョン、ロックドラゴン 5J' 走ゴールドターボバージョン、ポイズンヒュドラ 8-α-F' 剣ゴールドターボバージョン、ロックアウト通り 12OP' 剣ゴールドターボバージョン、不審頭 13α-L1000 ゴールドターボバージョン、超絶バルキリー3GR ゴールドバージョン、シャイニングアマティリオス 0DS- バーニングバージョン、いやーめっちゃ豪華ですね、すごすぎる、圧がすごい、ね、おさらいすると、見てみよう、はい、これこれですよ、これバーンフェニックス、皆さんメタルファイト世代はね歓喜、歓喜だと思うんですが、あのフェニックスがねバースト版で復活しました。そしてビールの形、ね、形がね、もうほぼそのままよ、印象的な、もうぐるっと感のある、あるね、エアロ感のある感じね、そして軸先を見ると、その時の、ね、色やあのメタルシャープだ、ね、メタルシャープの軸をしっかりと再現していると、それでは、ような再現度の高いバーンフェニックスかなとね、あの当たりとしてあります、素晴らしいですね、それだけじゃないよね、そしてね、はい、ここからね、5つ、はい、なんとカチンコシリーズのゴールドターボバージョンがね、マジっすか、もう勢ぞろいですよ、しかもゴールドターボになってなかったのはグランデーズとかロックが、バンダムレイヤーのね、当たり枠だったのがね、ポイズンのロックアウトオーディなんかもゴールドターボ、やばいね、で、武士アシュラとか、あとドラゴンチップとかもね、あのゴールドターボとかね、ケニとかでやったりしたんだけども、ちょっとあの色変えたバイナーレンジ版でまた違ったゴールドになってるっていうね、やばいね、もうこれね、やばいね、これ揃えてほしい、本当に金ですね、めちゃくちゃ豪華ですよ、で、さらにそれだけじゃなくて、これはこれ、ね、金のこの超絶バルキリー、これね、2018年12月の年末の応募のキャンペーンで、これね、20名限定でしかあの、ね、当たらなかったやつの、まあ、ちょっとマイナーチェンジバージョン、クソレアじゃない、そう、もうこれが実は一番バチクソレアなんだけど、これもね、もうね、欲しいよね、これね、そしてね、こちらにね、超絶のね、バーニングアマティリオスね、あのシャイニングアマティリオスのバーニングバージョン。でこれもね、イベントのね、ケイニング限定だったやつが、そうだね、これもマイナーチェンジ版だけど、なんと入ってるっていうね、ね、このバーニングアマテリオスがかっこいいな、このまま、本当に、ね、さらにね、そのバーニングアマテリオスつながりで、今回ね、実は、まあ、エアロダッシュとか、あとアングルフレームね、アングルフレームのね、とか、アンカードライバーですよ、これ、アンカードライバー、来ましたね。これがね、他のこのラインナップの中にバラバラが入ってるんで、全部揃えればポイントペインのね、シャイニングアマテリオスが作れちゃうっていう色違いなんだけどね、もう大盤振る舞いですね、やばいっす、なぜならばベイブレードが6年目に突入したからでございます、皆様のおかげです、はい、そしてこれなんと600円というね、いやー素晴らしい、これは素晴らしいですよ、素晴らしいですね、これってことで、まあ今日はね、もう紹介するぞね、パーツはしてるので、ね、もうね、見ていければバトルだろうと、はい、まあ、ランブーなんでね、ちょっとランブーを箱で選んで出たやつでバトルみたいな、開封トーナメントみたいなね、はい、ちょっとやりたいなと思ってて、まあ、せっかくなんでね、トーナメントだから4人でやりたいよ、他の戦闘員じゃあ、はい、研究員呼びますんで、研究員、戦闘員、戦闘員、はい、戦闘員呼びましょう、
はい、はい、ということで4人集まりました。ちょっと早速自己紹介をお願いします。はい、WP 的に上条と旅人だベイビーやべやおいやんないかい。はい、はい、行きましょう。じゃあ研究呼んでね、4人で一応ね、していきたいと思います。これね、でランダムブースター8個用意しましたんで、よじゃあ早速1人1個選んで、はい、これでバトルするってことでいいですか。はい、せーので指にさす感じ。はい、じゃあ行きますよ。せーの、これ。じゃあこれで、はい、バトルしていきたいと思います。はい、それじゃあ開封していきたいと思います。行きましょう。はい、おノックアウトオーディン出ました。ランレイのレアですよ、レア。よっしゃー、嬉しいこれ。おー、当てろ。来ましたね、私。おーい、出た、レア枠。バーンフェニックス。フェニックス。時代を超えて。ましたね。私はね、あ、来た、ポイズンヒュドラ。はい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 、このターンじゃないですか。ウェイト、そして僕はですね、あ、やばいやばい、あ、おー、あ、やばい、シャイニングアマテリオス。いいね、色が。じゃあ組み合わせを決めていきましょう。電動で、あ、戦闘移動して、下級戦士。いやいや、では研究員同士でバトルいきたいと思います。よし、そしたらまず、はい、研究員同士のバトル、俺が使うのはノックアウトオーディン。はい、僕はこのシャイニングアマテリオスで勝負したいと思います。また一発勝負で、はい、勝負したいと思います。それじゃあいくぞ、3、2、1、ゴッシュ。おい、いけよ、シャイニングアマテリオス。相手に攻撃だ、シャイニング。いけ、強力な攻撃を当て、あれー、きたー。はい、じゃあ2戦目いきましょう。はい、いきなりのマスターブレザーバトルということで、はい、これはね、バーンフェニックス、そして私はポイズンヒュドラ。もう尋常の決勝。じゃあ行くぞ、3、2、1、ゴーシュー。いけー、よしよしよし、フェニー。早っ早っ、何これ、ほらー、まだまだ回るよ。いやいや、でも守り切った、守り切った。2020年にこのフェニックスが復活してきましたよ。こっちはゲームウィートですからね。さあ、見てください、このまま。いやー、フェニックス来ましたよ、メタメイン世代の皆さん。やったー。はい、それでは決勝戦ということで、このマスターブレザーオリガと WPB 研究員のタミトが勝負させていただきます。さあ、よし、拍手でいきましょう。さあ、インドを渡してやるよ、タミトさんよ。いや、下徳上ぶちかましますよ、堀川さん。生意気だぜ、行くぞ、3、2、1、ゴーシュ。シャイニングアマテリオス、さあフェニックス見せてやれ、ぶちかませ、メタメイン世代のパワー見せてやれよ。そうそう、はい、来ました、持久走。これは来ましたよ、タミトさん。ついてますよ、これが先輩たちの作ったバーンフェニックスですよ。わー、シャイニング、シャイニング。はい、はい、ってことでね、これ優勝トーナメント優勝は、優勝しました。ありがとうございます。いやー、負けましたね。でも楽しかったね、こういつもと違うね、この何のベイを、ね、持つかっていうところもキーポイントなんで、痛みがすごいね。そうね、そのままシュートどうしようとかね、相手のせいなんだろうとかね、もう全部がランダムだから、めっちゃ面白いよ。よかったね。ブラックさん、これいつ発売なんですか、これは。こちらですね、ランダムブースターボリューム90は2月22日土曜日に発売になります。よろしくお願いします。そしてさらに6年目突入キャンペーンで600円、はい、600円でございますね、皆さん、ぜひね、お買い求めください。そして、はい、今日やったランブー開封トーナメントは、はいはいはい、2月22日一部の WBA 店舗で開催しますので、皆さん、開催店舗はホームページから確認して参加してください。これね、本当楽しかったから、もうみんなにやってほしい。え、なんかこれ本当に楽しかったから、みんなにやってほしい。ちょっと感じてバイバーイ、バイバーイ。ガチガチガチで決めるぜ、ドラゴンシュート、ベイブレードバーストガチ、宝飛びチャンネルにて毎週土曜午前5時から最新話配信中だ。3、2、1、ゴー。